アップルキーとはアップルが1977年から1993年に販売していたパーソナルコンピュータアップル2のキーボード上にあるアップルマークの書かれた就職キーのことであるアップルキーは初代アップル2ではまだ存在しなかった初めて登場したのはアップル E からであるアップルキーが2つ存在していたアップルキーは オープンアップルキーのみになり、名称もオープンを取ってアップルキーになった。また、ソリッドアップルキーはオプションキーに名称変更された。アップルキー兼用のコマンドキーアップル 2GS は他のアップル2シリーズと違い、本体とキーボードが別になっている。そのため、アップル 2GS 用のキーボードアップル 2GS キーボードが販売された。このキーボードはマッキントッシュ用。 キーボードアップルデスクトップバスキーボードと全く同一製品だったためアップルキーがマッキントッシュのコマンドキーと兼用になっているその記表示は左側にアップルマーク右側にコマンドキーを意味する4用のクローバー2のコマンドマークを並べた独特の表示であるつまりアップル 2GES 使用時にはアップルキーマッキントッシュ使用時にはコマンドキーとして 使えるための工夫であった。なお、ソリッドアップルキーは、アップル e ー with 10キー、アップルニ 2C プラスと同様に、オプションキーへと、名称変更された。アップルデスクトップバスキーボード以降から続いた、コマンドキーの独特の表示は近年まで、マッキントッシュシリーズのキーボードに適用されていたが、2007年8月販売のアップルキーボードで、ついに、アップルマークが廃止され、 代わりにコマンドの文字表示とコマンドマークが並んだ表示になった。アップルマークを廃止した本来の理由はアップル2シリーズの販売終了からかなりの年数が経ったためである。今までコマンドキーにコマンドの文字表示がないため、コマンドキーがどれかわからないという問題が以前から指摘されていたにもかかわらず、アップルがガンとして アップルマークを表示し続けてきたのも元アップル2ユーザーへの配慮だった。しかし2007年現在でアップルに販売終了からすでに14年も経っている。上にインテル CPU 搭載のマッキントッシュにおいてソフトウェアブートキャンプを用いてマッキントッシュ本体で Windows XP、Windows Vista が利用可能になると Windows のコントロールキーに該当する。 コマンドキーがどれかわからないという新たな問題が発生。アップルマークを表示し続けるには限界に達した。そのためアップルは2007年8月販売の新型キーボードのアップルマークを急遽廃止し、代わりにコマンドの文字をコマンドマークと併記したと言われている。ちなみにマッキントッシュの利用者でコマンドキーのことをアップルキーというものがいるが、アップルキーとは あくまでアップルにの就職キーの名称であり、マッキントッシュの就職キーを指す名称ではない。ありがとうございます。